秋の初めのリザーバーにやってまいりました。もうね、山間部のリザーバーは結構肌寒いですけど、久しぶりにねバス釣りにちらっとやってまいりました。果たして秋のビッグバスは出るんでしょうか。バス釣りはね、今年、今シーズン、来年の夏までか、1年間ねビッグベイトとカットテールでやりきるっていうね、ちょっと新企画が夏にスタートしたんですけど、今日もカットテールとビッグベイト縛りで行ってみたいと思います。それではスタート。先日の台風14号の後なんでしょうね、瓦礫がすごいことになっておりますけど、そしてちょっとね雨がパラパラしております。でいい感じにこうマットがねちょっと広がっとるんですね、岸際に。とりあえずこれです。ダウの水で行ってみようと思います。ダウズスイマー180ね。さあ行ってみましょう。よいしょ。さあとりあえずね、テンポよくサクサクっとポイントを見て回ります。で移動するときはねこれですよ。楽々振り出しロッドとこれね自作のロッドホルダー、これでランガンも楽々なんです。さあちょっと次の場所行ってみましょう。
ちゃいけど来た。ダウンショットカットテール4インチイエイ。さあ、3カ所目に移動してきて、とりあえず今日ね最後ここだけやって帰ろうと思います。だいぶ台風で水がここもすごい来たんだろうね。がっつり水が流れた跡があるけど、で、ビッグベイト1本だけ持ってきました。これでちゃちゃっと流して何も事件が起きなければ今日は終わりです。よし、最後のポイントは、夢の詰まったやつですね。水面ドリームをちょっと夢見て、何も金庫ないな。